はいどうもこんにちは、アンティークコインマニアの渡辺です。今日はですね、イタリアを代表する銀貨ゴリラ銀貨クアドリガ通称ですね、こちらのご紹介をできたらなと思います。ヴィットーリオ・エマニュエル3世という王様の治世下で作られた銀貨です。こちらですね、ハイグレード品を狙うと、150万円から250万円もしくはそれ以上というような金額がつく、非常にプレミアムがついているコインになります。発行したのは1914年ですね。1914年といえばもうご存知ですね、第一次世界大戦が起きた年ですけれども、その激動の時代に発行されたこの銀貨についてちょっとね、深く掘り下げて見ていけたらなと思います。基本的なところからいきます。1914年のヴィットーリオ・エマニュエル3世ゴリラ銀貨、通称クアドリガ、こちらね、発行枚数は272,515枚ということで、めちゃめちゃ多いです。品位はですね、銀 90%、直径37mm、重さ 25g となっております。デザイナーはですね、ダビデ・カランドラという方です。で、主にですね、通常貨と地中貨の2種類がございます。表面のデザインはですね、右向きで軍服姿のヴィットーリオ・エマヌエレ3世で、首の下にですね、デザイナーのダビデ・カランドラの名前が入っています。裏面はですね、花飾りが美しい、クアドリガの上に立つですね、イタリアの女神になっております。左手にはね、盾を持っていて、右手にはオリーブの枝を持っています。ミントマークはね、 R でして、これはローマを意味していますね。右側の方にはイタリアの星が描かれています。地中貨の方はですね、馬の上にプローバディスタンパもしくはプローバの文字が入っています。裏面の刻印の FERT フェルトですね、こちらはね、ヴィットーリオ・アメデーオ2世によって採用されたイタリア王国、そしてイタリア王国の前身であるサルディーニャ王国、そしてそれらの王国の君主であったサボイア王家の標語と言われています。日本語で言うと、我ら法と神によって守られんという意味があるようですが、諸説あるそうです。エッジにはですね、このフェルトっていうものがフェルト、フェルト、フェルトと3回も刻印されております。非常に重要な言葉だということがわかります。このクアドリがですね、非常にですね、王自身のコインへのこだわりが反映されていると言われております。こちらですね、例えばね、アートの国、イタリアといえばですね、アート芸術の国ですよね。これを見てください。イタリアのコインのカタログなんですけれども、もうコインのカタログには思えないこのおしゃれさ、美しさがあります。これはね、本当にね、この表紙大好きで、僕普通に部屋に飾っておりますが、やっぱね、イギリスのコインだったりアメリカのコインのカタログだったりとはなんか全く違う、非常になんかこうアートな表紙になっております。もちろんね、この中にもクアドリガのページございます。アートの国イタリアの王様なので、やっぱりもうね、こだわりが半端ないわけですよね。このヴィットーリオ・エマニュエル3世の情熱が体現されたコインです。表面にはですね、イタリア王のヴィットーリオ・エマニュエル3世の横顔が刻まれているんですが、裏面にはですね、古代の4頭立ての馬車、戦車ですねが彫られています。これをね、クアドリガって呼びますね。この通称がそのままコインの通称になっているよというものになります。ちなみにね、この古代のローマだったりギリシャだったりっていう時から受け継がれている非常に伝統的なデザインですね。コインのよく刻まれているモチーフになっております。もともとね、貨幣学、コイン好きだったんですね、このヴィットーリオ・エマニュエル3世が。なので、特にこのヴィットーリオ・エマニュエル3世時代のコインっていうのは、今でもコレクターに愛されているコインがとても多いです。その中の代表の一つですね、クアドリが。彼自身が大好きなので、デザインにこだわりを持って妥協しなかったと言われています。なので、ゴリラ銀貨はですね、古代ですね、のコインだったり、ルネサンスの時代のコインを研究させて、デザインさせたと言われております。でね、やっぱね、デザイナーや職人たちと何度も何度もね、やり取りして、違うということで、自分の理想のコインを突き詰めて追求していったというエピソードが残っています。ちなみにですね、1905年に発布された直例により、ヴィットーリオ・エマニュエル3世の銀貨を担当することが決まったのが、先ほどもご紹介したダビデ・カランドラさんですね。なので、足元に彼のサインが残されていると。で、ね、特にね、このコインにおいて、彼がこだわったのが、馬車を引く馬の動き、よりね、こう伸びやかな馬の動きをリクエストした、王に答えてですね、カサンドラは何回もデザインを変更して、そのデザインをもとに台ですね、刻印を作る仕事をしたのが、1913年から造幣局の局長であった
アッティーリオ・シルビオ・モッティという方で、まあ、コイの彫刻家としては当時のイタリアでは第一人者とされていた人物でした。エマニュエレ3世は小柄だったらしいんですけれども、コイに彫られた横顔はですね、まあ、国王としての威厳と気品に溢れております。頭上にはですね、ヴィットリオ・エマニュエレ3世レ・ディ・イタリアということで、イタリア王ヴィットリオ・エマニュエレ3世というデザインがあります。聖アヌンツィアータ騎士団の制服に身を包み、凛として頭を上げるその姿に、サボイア王家の中でもね、突出した存在だと言われていたヴィットリオ・エマニュエル3世のプライドが見えるようでございます。クアドリガには地中貨を含めて4種類のコインが存在します。一つはプローバと言われるものですね。こちら地中貨でマットプルーフ仕上げになっています。もう一つがプローバディスタンパ、これも地中貨でマットプルーフ仕上げになっております。これらのね、枚数がね、結局何枚あるのかっていうのは詳細なね、記録は残っていないようですね。残りの2つが通常貨で、通常貨のミントステイト、これはいわゆる今で言うとこの NGC や PCGS で MS 評価もしくは AU 評価がつくようなものです。あとはね、通常貨なんだけれども仕上げがマットプルーフというものも存在しているようです。この貨幣がね、作られたのは20世紀の初頭、1914年、もうご存知の通り第一次世界大戦が勃発した年であります。まあ、イタリアはね、この時どんな情勢だったのかというのをちょっとお話できたらなと思います。まずね、父親ですね、暗殺されてます、エマニュエル3世は。もともとね、北イタリアを領有していた貴族なんですけれども、フランスとの関係が強かったんですね。エマニュエル3世の祖父、エマニュエル1世が、まあ、イタリア王となって、イタリア半島を統一します。日本と同じでね、日本は薩摩の長州、水戸とかいろんな藩、要は国に分かれていたんですけれども、まあ、イタリアも似たような感じで、各地方の王というものがいて、イタリア半島というのが統一できていなかったんですけれども、イタリア半島が統一されましたと。まあ、結局ね、このイタリアをまとめてもですね、やっぱりどこかで反動というものが必ず来ます。で、エマニュエル3世の父ですね、ウンベルト1世は無政府主義者、アナーキストによって暗殺されてしまいますと。これによって1900年にエマニュエル3世が即位しました。この時31歳。ちなみに国民にすごく愛された王妃のエマニュエル3世の母、ウンベルト1世の妻ですね、今でもピザの名前に名前を残しているマルゲリータさんでございます。エマニュエレ3世の在位は長くてですね、1900年から1946年まで約50年半世紀にわたって、長きにわたってイタリアに君臨しておりました。クアドリガが発行された1914年、エマニュエレ3世の治世は14年目ですね。彼が40代半ばになっていた時です。まあ、この年にね、オーストリア皇太子暗殺事件が発生して、いわゆるサラエボ事件ですね、フランツ・フェルディナンドが暗殺されて、その後複雑な世界情勢が絡み合って第一次世界大戦が起きてしまったということとなっております。オーストリアとイタリアはですね、領有ですね、土地の領地をめぐって、まあ、実は結構揉めていまして、この時はですね、エマニュエル3世の判断で連合国側について第一次世界大戦に参戦していました。即位当初はですね、紳士的な穏やかな君主像を体現していたエマニュエル3世だったんですが、世界が大戦へと流れていくこの時期にはですね、まあ、国王として最前線に立って兵士を鼓舞したと伝えられております。結局ね、第一次世界大戦後も彼は統治はしていたんですけれども、ムッソリーニですね、率いる、まあ、ファシズムが台頭してしまいます。まあ、その後第二次世界大戦まで進んでしまい、長らくね、王位にあったんですけれども、エマニュエル3世も王位を追われ、1947年にエマニュエル3世は78歳の生涯を終えました。まあ、彼の息子ね、ウンベルト2世がね、イタリア王国最後の王になりました。即位したんですけれども、わずか1ヶ月でイタリアは王政を廃止して、サボイア王家というものは終焉を迎えました。世界が大きく変わっていった時代に発行されたこのクアドリガ銀貨ですね、芸術的にも価値が高いと言われるこのコインなんですけれども、今はどれぐらいになるのかというところですね。クアドリガね、不思議なんですよね。発行枚数が決して少なくないんですけれども、なぜかあまりオークションに出てこないんですよね。27万枚も出ていたら、もう全てのオークションに出ても足りないぐらいにたくさんあるはずなんですけれども、なぜか出てこないという感じです。なので、なんかこんな伝説があります。まあ、世界大戦中にエマニュエル3世のクアドリガ、ゴリラ銀貨ですね、これを山と積んだ軍艦が海に沈んだというようなね、伝説も残っているということです。このね、噂はね、まあ正直真偽は不明なんですけれども、銀の含有量の高さだったりデザインの美しさを考慮して、実際にオークションでそのような値段で価格で取引されているので、まあその絵がもう評価の全てですよというような
感じでしょうか。まあ、今年の5月にはマットプルーフ64が21,600ドル、2020年8月5日 MS65 が18,000ドル、2021年5月には MS63 が12,600ドル、2020年5月には SP64 が16,200ドルということで、非常に評価の高いコインになっております。まあ、ちなみに、ね、日本から購入する場合はここからに輸入消費税が 10% 乗ってくるかなという感じです。まあ、NGC だと MS66 がまあ最高鑑定なので、ハイグレードを狙っていくとすると、まあ64とか65っていうものを積極的に狙っていきたいなと思います。また通常化とこう、ね、比較すると希少価値が高いですね。市中化プローバーもしくはプローバーディスタンパの方が相場が高くなっておりますということで、本日はいかがでしょうか。激動のね、時代の生き証人とも言えるこのクアドリガの銀貨ですね、コインとしてでもなく歴史の貴重な資料であったり、またアート作品としても楽しめるような非常にデザイン性の高いコインになっております。もしこのコイン興味あるよという方は、ぜひ LINE からねお問い合わせください。世界中から探してまいりますし、オークションに今度出るよというようなアナウンスもできますので、何卒よろしくお願いいたします。バイバーイ。